どうしたの？お疲れ様です。うん。いや、手がね、ずっと痛くて。なんか言ってるね。で、薬も塗ってたんですけど、はあ、全然良くならなくて。この、見えますか？本当にひげな。でもちょっと引いた。あ、そうなの、うん、洗いすぎじゃないの、手。いや、でもこの土日とかは、全然、もう手も洗ってるけど、はい、普通よりは洗ってなくて、あ、それで今先生に見てもらったとこです。うーん、なんだろうね。いや、もう ひどい手荒れです。まあ、手、うん、でも手荒れ、でもこの辺、でもこの辺とかは大丈夫だよ。うん、この何、関節っていうのかな、これね。で、今処方箋出してもらって、ちょっと取ってくるかと思って。そうだね。乾燥がいけんね。とにかくね。うん、だけん、炎症を抑えるステロイドの薬と、うん、またちょっと、まあきつめのやつ一回抑えて。うん、待てよ。あ？今日3本出てたじゃない、3本。うんうん。まずきつめのステロイドが1個出てます。はい、1回炎症を抑えなきゃダメ。はいはい、で、抑えます。で、それでちょっと良くなったと思ったら、ステロイドと保湿混ざったやつ。ん？混ぜてやるけ。じゃあ今日は、はい、そのきついやつだけを塗って。きついやつだけでもいいと思うよ。で、2日ぐらいは。2日ぐらい良くなった次は、そのきつめのやつと普通のやつが混ざったやつを。うん。ゆるっちいのが塗って。あ、ゆるっちいの塗って。で、それでもすっきり爽快になったら、再発防止に、うん、あの保湿剤をひたすら塗ると。ちょっと一個見てもらいたい写真がある。ちょっと待ってください。あ、いいですよ。いや、これいつからんかっていうのを写真で残してあるんだけど。ああ、ちょっと待ってね。いいよ。一回ね、先生にもね、送ったことがあるんだよ。酔っ払ってたかもしれんけど、うん、だいたい酔ってるからね。ちょっと待ってね。なおひろはいつでも酔っ払いの。12月25日。あ、12月に、うん、ほら、うわ、こんな感じだったの。ああ、うん。で、12月25からリンデロン VG を塗ってた。リンデロン V か、 V になんか塗ってたんですけど。ステロイドには5種類あるからね。はい、リンデロンは真ん中だね、強さ的には。今日一番強いの出した。いや、だってもう約1ヶ月ぐらい、うん、治らないから、うんうん、ちょっとかわいそうだから直してあげた。良くなったり治ったり、良くなったり治ったりで。良くなったり治ったりだったらずっと治っとるよ。良くなったり治ったり、良くなったり良くなったり悪くなったり、うん、やっぱり痛いんだよね。でもお風呂とか入ったけど、まあ痛そう痛そう、シミだが、うん、これはちょっとかわいそうだなとさすがの私も思うわ、うん、でもなんかこうちょっとほらか、なんか乾燥してきたっていうか。いや、なんかいいな。それでお薬もらってこようかな。ああ、そうだね。薬局混んでないかな。混んでる。患者さん今日多いかな、うん、え、今日なんかインフルエンザが、インフルの B が出まくっとるな。コロナも出てますしね。そうなんです。皆さんは元気ですか。いや、先生、それこそコロナにかかって1ヶ月ぐらい経ってますけど、なんか後遺症とかは。あ、全然ないよ、元気。大丈夫、うん、若干体重が増えたぐらいですかね。結構です、結構です。はい、タッチ交代。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ゆび先生でーす。ララ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 。ドシーン。これ重たいから。でも皆さん聞いてください。ドラゴンボールの修行のやつみたいに。皆さん、この体重計なんですけど、ちゃんとその地域に合わせて設定してあるので。これ大体重くねえだ。でも重力でちゃんと設定化してあります。71.55。まあいいんしよ。え、ちなみに YouTube を始めた時は63ぐらいとか4とか。いや、でも今年はさ、はい、まあ夏か秋かぐらいにやっぱり交流会したいじゃないですか、 YouTube の。はい、その時までにやっぱりね、出ぶっちょったできんな。いや、今日さ、あの患者さん、いつも YouTube 見てくださってる患者さん来られて、うん、どうですか、あの、痩せましたねって言っとられたが、うん、先生痩せましたねって。あ、そう、言っとられたよ。痩せたように見えるならよし。でも体重は
増加傾向。今日プールあるから。ああ泳ごう。頑張って泳いでくる。うんうん。いやいちごがね。そうだ昨日いちごがね。うん。念願の全国大会。そう。感動。やめたね。うん。よかったよ。ベスト中のベストだと思うね。いちご。結構水泳の世界ってその1秒が大事だって1秒でだいぶ進むからね。なんだね、何メートルもね。いや感動しました。おめでとう、はい、東京行かれますか。はい、私応援に行きます。その東京のどこであるんですか大会は。なんだったっけな、なんか大きいプール。え、そうなの。うん、東京の大きいプール。え、どこ。江東区にあるプール。え、どこ。アクアなんとか。すごいじゃん、いちごいい経験だね、ほんとね。そうよ、全国。うん、いやー、鳥取県なんか特別なジャージも、うん、来て。あ、鳥取の代表。鳥取の代表っていうか、なんかそのジュニアオリンピック出られるぞって人だけ。いやー、これで決勝とか残ってほしいよねー。あと2ヶ月ぐらいはだけ、うん、まだまだあの小学生たちは伸びるからね、うん、チーム戦だったもんね、うん、あと2ヶ月だけその泳ぎをもう特訓。半年前はわしの方が早かったっけどね、いちごより。え、そうなの。うん、わしがだけ31秒とか2秒で泳いだりするけど、 50m を昨日あいつ27秒だけんの。うん、めっちゃ早い。ちゃ早い。どうやってそうやって伸びたか。いや、まず体格も変わったし。確かに。次はですね、はい、2月は梅ちゃんの。梅ちゃんは大会初めて。あ、楽しみだね。大会今あの水泳の飛び込みの練習しておるらしいけど、うんうん、こうやってやって、うんうん、飛び込むやん、うん、お前足から行くらしい。え、なんか私昨日見てた時は他の人たちみんな頭から。あ、頭から行くやん、うん、だそのためのこう飛び込みだからね、うん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 、これでこのこういうダフン。どうやって泳ぐだ。それ来月までに。どういうか分からんけど。頑張ってもらおうかな。うん、いや種も頑張るって言ってたから、ビート版でやるって言ってました大会。出たがりないな。種も出たがり。でもビート版じゃないと最下位になっちゃうから出たくないって言ってました。あの、まあね、負けず嫌いだからね。ビート版興味ねえよ。いやでも本当良かった、感動です。ね。うん。良かったです。いや本当にいちごおめでとう。はい、おめでとう。良かった。ひかるさんの手も早く治そう。うん。手がね、夜ね多分帰ってる。うん、ああ寝とる間に。痒くて。お風呂上がお風呂入ってから寝るんだけど、やっぱお風呂入るとここが温まって。はい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 。で痒くなってくるの。だけんなんかかかんようにし。寝とけな。うん。ミトン。ラップ。ラップ？グレ？薬塗って、うん、ああ、布団つくと取れちゃうけど、うんうん、ラップして、うんうん、こういう状態で。でも私キル毛布だけ手出して寝てるよ。寝ても床ついたり、あ、そうか、乾燥したりするけん。うん、暖房つけて寝てるし。こうやってやってる。あ、今日そうやって寝よう。了解です。いいですか？いいですよ。お腹空きましたので。さっき俺のお前にうまく食っとったかな。だって食べてなかったから置いてあった。うん、置いてあった。くちゃ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 来るけんさ、もう嫌と思ったよ。さっき階段降りてくちゃくちゃって聞こえるけん、あれもったい。でも置いてあったから、まだ手つけ取られませんでしたよ。そう、うん、でもお腹がいっぱいだって言ってたから。そうだよね、うん、まあ、だいぶ前だあれ。あ、じゃあね、そういえばあの人形町。お、人形町、うん、のどうですか最新情報は。人形町今改装工事が始まってる。随時あのスタッフさん、スタッフ募集中、はい、美容師さん、うん、ぜひおいで、松江区やってくれる人募集してます、うん、じゃあこの人形町、はい、人形町のダイソンの隣。この動画の後に、うん、ちょっとあの花ちゃんと直弘さんがその歩いてた時の様子を載せますんで、はいはい、ちょっと興味がある方ぜひぜひ。またそのオープンしたまつげもね、まつげも来てほしいですね。また案内します。バイバイ。皆さんこんにちは、こちらは東京は人形町でございます。こっちに松江草論を作ることになりまして、花ちゃんがね
主体でやってくれますん で例えばオープニングスタッフを募集しておりますので、ぜひぜひぜひ皆さん来てやってください。で こっちなんですよ、もうお人形町駅出てすぐなんで。ダイソーをぐるっと回ったら、はい、こちらのビルです。徒歩15秒。徒歩15秒。で、この5階、まあ、今違うサロンが入ってるけど、我々のやるアーモンドに変わりますね。アーモンド。天命アーモンド。ということで、松エクサロンですので、オープニングスタッフ募集してます。お待ちしてます。よろしく。ぜひぜひ。下の概要欄から応募ください。待ってます。YOOOOOO